皆様ごきげんよう、今急遽ね会社で撮ってるんでちょっといつもと風景違うんですけど、今回大晦日試合決まりました。はい、はい、まあね、実際オファー自体は1週間前ぐらいだったんで、まあ、体重がねマジでめっちゃきついなっていう印象あるんですけど、まあ大晦日はやっぱ盛り上げないとなっていうことで、出場を決めました。対戦相手は1年前に負けた斉藤選手ということで、うん、まあ減量もそうだし戦いもね厳しい戦いになるんじゃないかなと思うんですけど、まあなんか格闘家として挑戦したいなっていうことでこの試合を受けました。1年前の自分を超えれるかどうか、その挑戦ですね俺的にはね、うん、まあ結構ねなんだかんだ言ってもさ、10月2日かな萩原戦やって、で、まあ、1000万企画やって11月に。で、まあ、年末なんで、結構コンスタントに試合してるんでね、いろいろありますけど、まあ、今回、大晦日がね、ビシッと勝って、うまい酒でも飲もうかなと思ってます。いい年越ししたいですね。ね。面白いよね。でも、ガキ使いらないみたいで、今年。あ、そう？そう。いや、これ、視聴率。視聴率2桁いっちゃうんじゃないかなってことでね。お願いします。ちょっと、まあ、格闘技この2、3年で本当に総格闘技が日本国内で認知されたなっていうのをすごい思ってて、僕がね YouTube 始める前ぐらいかな、ライジンで4勝してて、もうプライベートで格闘技やってますって言うと、やっぱボクシングとかプロレスどっちですかって聞かれるぐらい、総合格闘技なんて言葉を知らない人が多かったんですね。そうですね。そんな中でこの 2,3 年でねすごく総格闘技盛り上がってて、ライジンもねそうだし、まあいろんな選手のおかげでもあると思うんですけど、すごい盛り上がりを見せてるんで、まあここでねまた日本を爆発させようかなと思って、決めました。お願いします。すごい楽しみなカードだな。まあね今回大晦日だし、結構なんて言うんだろうな、まあ怪我もしてたから、エンタメ寄りのオファーとかも来たけど、まあ、それはまずやりませんってことと、はい、クレベル選手を最初指名したんですね俺は。言ってたね、うん、クレベル選手を指名したんだけど、まあなんかこれあんまり言っていいのかよくわかんないけど、相手のマネージャーとのなんか関係があんまり良くないのかよくわかんないですけど、まあ、クレベル選手もなんか試合を受けたみたいなこと言ってたんで、さっき俺もツイッター見たんだよ実は、うんうん、まあ、多分ライジンとのその金額交渉とかその辺が合わなかったのかなっていう。あ、まあ、クレベル選手もね日本語は別にうまいわけじゃないから、うん、多分間に誰かが入ってて、まあ、その人がなんか金額交渉を増やしたりとか、なんかいろいろ絵を描いたりしてるんじゃないかなって、まあ、勝手な予想ですけど、まあ、とにかくクレベル選手とは試合が決まらなかったんで、斉藤選手かクレベル選手だったらやりますよっていうことで、斉藤選手がまあ受けてもらってね試合が決まったってことですね。なるほど。斉藤選手もね10月に試合して、まあ、眉毛カットしてるんで、うん、結構まあ男気見せてきたなっていう。そうだね。ところで、まあ、感謝ですね、うん、まあ、1回負けてるんで、別に勝った人たちはね、クレベル選手もそうだけど、別にやるとリスクしかないんで、やらなくていいところを、まあ、試合を受けてくれたんで、そこをめちゃめちゃ感謝してます。本当ね、斉藤選手とやるまで、まあ、1年前ですかね、本当に朝のスパーリングのみでずっと勝ち続けてきて、で、斉藤選手に、判定で負けて、そこからウエイトトレーニングとかランニングのトレーニングを入れたり、まあ、今トレーナーたくさんついてますし、格闘技に本気で向き合ってすごい成長したと思うんで、まあ、そこを本当に試せる場だなっていう、まあ、斉藤選手自体もねすごくチャンピオンになって、なんだろう、チャンピオンの風格とかさ責任感とかついてすごい強くなってると思うんですけど、まあそこを超えてねリベンジして、で次クレベル選手にリベンジして、はい、まあ、スーパースターになってやろうかなと思ってますよ。いやー、お願いします本当に。ミクルはちょっと近くで見とったけどさ、うん、体のデカさ全然違うわ。何が？1年前とっすよね。ああ、それはねめっちゃ思う。その僕も服のサイズが変わっちゃって、うん、M サイズが L に変わって、だからね体重のダイエットがめっちゃきついんですよ。試合決まったの3日前とかでしょ、うん、で76キロとかあったから10キロ減量なんよ20何日で。それマジでね、まあ、命を削りますよ。命を削って大晦日盛り上げたいな。66キロ契約なんでね。66、うん、フェザー級
まあ、70キロまで脂肪で落として動いて動いて節制して最後は水抜き4キロとかで行こうかなと。きついね。まあきついけどさ、なんか長い人生で見た時に今は命を削る時期かなと思いまして、まあ、出場受けました。もうなんでね、とにかくもう言い訳は何もないです。これで負けたら俺が弱かったっていうことなんで、まあ、俺はもちろん勝つ気で満々だし、うん、まあ、斉藤選手も怪我してるしね、うん、うん、まあ試合決めた時点で負けたらもう本当に弱かったってだけです。はい、まあ俺はでも絶対勝ちに行きます。大晦日またミクルが見れると、うん、もうこっちも嬉しいですね、うん、やっぱ嬉しいね。いやでも大晦日って格闘技が一番盛り上がる一日じゃん、うん、1年の中で、うん、まあ、そこでね、この地上波ゴールデンで多分生放送で僕は放送されるんで、世間の皆さんが見てるところでね試合できるのってやっぱりアウトサイダーとか、ね、地下格闘技から成り上がってきた身としては本当に感慨深いというか、当時見てたそのマサトさんとか山本キッドさんのような存在になれるっていうのがすごい嬉しいし、なんか夢見てるみたいですね、うん、男が描く夢をさ体現できてるなっていうか、うん、誰もがミクルの昔からの夢だったしね、うん、もう今年で3回目ですか。そうだね、3年連続ですね、うん、3年連続大晦日に呼ばれるって、うん、もうよっぽどっすよ。弟はそれで言って4年連続だからね。あ、そうか。4年前は喜左衛門選手とね戦って、俺セコンドで初めて大晦日っていう。大晦日デビュー戦。そう、すごいな、海、うん、海外の選手すごい豪華な名前出てたね。でもそうね、ムサイフ選手、ケラモフ選手、クレベルじゃなくてなんだっけ、ジョニー・ケースさん、ジョニー・ケースと、マジ見たかった。誰だっけ、もう一人、グスタボだ、俺がやった。グスタボ選手ね、見たかったな。グスタボはやちくんとかとやろうとしてたんじゃないかな、おそらく。イメージマッチ、マジで本当に、ね、それ面白ね。本当にギリギリでね、なんとか株っていうのが出て、海外からの渡航が厳しくなったってことでできなくなっちゃったみたいなんですけど、まあ、来年からまた元に戻ったら見たいですよね。見たいね、見たい、本当に見たい。やっぱ国内の選手たちだけで盛り上げていかなきゃいけないっていう。そうだね、うん、まあでもこの1年はまあそうだったじゃん、ずっと。そうですね、だから日本人選手もすごい頑張ってますよね、ライジンの選手たちね、うんうん、なんかそれぞれ個性が強くて、まあ、応援したくなるような選手が多いし、うん、フェザー級が一気に盛り上がったね。盛り上がりましたね今年は、うん、まあここで俺がちょっと勝って、クレベル選手にも勝ってね、一つ頭抜けたいなと思ってます。はい、第2回目の対戦カード発表、うん、今日だけで何試合発表されたんだっけ。今日だけ、今日だけだったら6試合、6試合ぐらいか、うん、でトーナメントは4試合あるでしょ、リザーブマッチ含めて。そうそうだ、ね、4試合で、これでもう10試合じゃん、うん、あと5試合ぐらいなんじゃない。あ、年末、うん、あ、結構多いね。誰が来るんですかね、わかんないですね。エンタメ枠、エンタメ枠、柴田とかなんか組まれるとかなんとか言ってたけど、うん、あれだったよね、なんか組まれないとか、うん、YouTube で言ってたけどね、うん、あと平本蓮がすごい大食いしたぐらいには会場に現れんかったから、どうしたんかなと思って、会見で思わず言っちゃって言ってたね、うん、なんかさっき見ましたよ、Twitter で、なんか年末はやめときますみたいな。え、マジで。なんか来れないらしくて。マジか、平本蓮ついに職業ミッド打ちになったな。大晦日去年ボコボコにされて1試合もせずに大口ばっか叩いてきたけど、今年の年末も出ないんだって。なんかさっきツイッターで見ました、まあ、なんかコロナとかが影響してるんかもしれないですね、まあ、今から隔離14日とかだと結構きついか。そうか、なんか2週間隔離されるのがちょっと、あ、練習ができないっていう意味でね。そうそう、確かに確かに。あと他誰が来るですかね。あとは金太郎選手とか見たいけどな。出るよ、決まってるよ。決まってます。リザーポンチで出るやん。あ、すいません。あと今年活躍した選手は、萩原選手は出てましたもんね。うん、ドミネーター選手やると思ったら、ね、別の人で。確かに。金原さんは、あ、金原さんはどうなんですかね。まあ、陸斗君とか見たいけどね。陸斗君見たいですね。見たい。大阪で。うん、まあ、未だ一回も出場したことないってだからな。リクト君さっきツイッターで大晦日空いてますって書いてました。まあ格闘家にとって夢だよな、本当に大晦日出場するっていうのは。もうあと枠が5個ぐらいしかないってことだからさ、うん、すごい厳選されたカードが出てくると思うんで、まあ、そこもね楽しみにしてもらえたらなと思いますね。まあ、あと
天心たけるとかどうなってるんですかね。あれ聞きたいですね。マジどうなってる、まあ、あれノーコメントってずっと言ってるから、うん、ずっと濁してくるじゃないですか。じゃあ濁すの本当にやめてほしい。だからまあその難しいんよ、いろいろ、まあそうですね、いろいろなことを考えてる大人たちがいすぎてうまくまとまらないよね、うん、選手たちはやりたいと思いますよ、うん、まあ、見えない部分が難しいということで、はいはいはい、まあ、だから選手たちに対しての勝手な憶測をやめてあげてほしいですね、うん、俺から言いたいことは、うんうん、例えばこれでさ、俺がなんかクレベル選手を指名したことが嘘だとかさ、クレベル選手が逃げたとかさ、うん、早速言われてました、そういうの言われてるみたいなんですけど、うん、選手は別にないんですよそういうの、うん、周りの人なんで、まあ、そこら辺はね、まあ、そういう時たまにありますけどね、選手が逃げたとかね、まあ、誰とは言わないけど、うん、ちょっとかわいそうだから言わんといてあげるけどさ、俺が対戦しようと思ったら逃げた人いたからさ、まあ、気になるな。まあ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 、今回はね、いろいろコロナとかありますけど、会場も満員でできるみたいなんで、うん、まあ、すごい、まあ、テレビの前で見てる人もそうだけど、まあ、YouTube で応援してくれてる人も、まあ、テレビ見てもらったり、まあ、ペーパービューもあるし、まあ、会場に来てもらっても嬉しいんですけど、まあ、みんなの前でね、すごい勝利を見せたいなと思いますんで、お願いします、はい、応援の方お願いします。まあ今日はそんな感じで試合が決まった報告でした。はい、ありがとうございました。